手入れをしてらっしゃるのかな。自然にあんな綺麗になるのかね。ねえ、なんかこう長いところと短いところと両方あるから、なんか手入れがするのが大変そうですけど、どうして見えますかね。かっこいいね、でもね。かっこいいね。うん。ブラシしてるだけです。そうなんですね。なんかやっぱり長いところが強調されるからか、体の毛自体はそんなにね、やっぱ長くないから。ねえ。このなんか襟足とさ、ほっぺたの辺がすごい特徴的だよね。ふわふわってしてて、ちょっと触りたい感じですよね、やっぱり。ね、すごい、初めて見た僕。はい、ということで、あの VTR 中にもありましたけれども、あ、今出ましたね。うさぎと踊れの、アメーバブログのこれ、あのホームページアドレスですけれども、またぜひ皆さん、ご訪問いただいて、それぞれあのね、交友を深めていただいてですね、あのお兄さんも今日だけではなく、またそうですね、次回からもどんどん動画を、投稿していただけるとすごく嬉しいなと思います、ね。あ、そうそう、ガジュさん、ガジュさんも早速、みんな見てみましょうね。素晴らしかった。素晴らしかったですね。はい。ということで。はい。ヨウザンでしょうかね。ん？道民。あ、もうひょっとして86233見られたの？早いな。へえ。早いですね。はい、皆さん言ってます。また動画お願いしますって。はい。じゃあこれからも。はい、今日はね、たくさんあの可愛いの送っていただいたので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい。ということでですね。はい。いきますか。はい、いきましょう。みんなの投稿のコーナーです。はい、いきますかね。はい。今日もたくさんの皆さんから投稿いただきました。ありがとうございます。はい、では順番に紹介していきたいと思います。はい、まずめめさんからの投稿です。はい、うちのうさたちのご飯風景。はい、ただそれだけ。ねねさん見てくれてるかな、ね、せっかく送ってくれたから、はい、はい、お願いします。お願いします。よこせよこせ、ねねさんのとこも今なんか2階建てになってますよ ね、こういう風に開けるのもあるんだけど、待ってましたって感じですね。すごいね、あれ、空の時にやと本当になんか食べたくて、入ってないのに顔だけ突っ込んでる場合ありませんね。ちゃんと計量してるの、すごいな。すごいな。私なんか適当。あの、あれだね、スプーン。そうそう、計量スプーン。何回ぐらいだ、あの洗剤のに入ってたやつ。あ、器にこれぐらいぐらい。そうそう、もったいないから使ってます、いいよ、あれでも結構、ね、ほら、ちゃんと測ってこんだけよ、管理してるね、偉いの。さすがだわ、ね、あ、ルンママさんもうちも洗剤してる、あれ結構いいですよね、ちょうどいいぐらい の、 あのなんか量が入るし、そうね、満足、うん、そうで、めめさんはね、まだね、あの温めてる動画があるはずなんですよ、私の情報によると。へ、待ってます。はい、なるほど、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ次はですね、ミルクティーとうさぎさんからですね、はい、モコの大好きなぬいぐるみを、紐で釣ってみたらじゃれるかなと思って試してみました、プープーと鳴き声もかなり激しかったです。逃げられた方が燃えるんでしょうかって書いてあります。プープーって言って怒ったってことですね。もうそれは楽しみですね。ちょっと耳を澄ましてみんな聞いてみましょう。はい、はい、じゃあお願いします。バニー、あ、ハニーか。宙吊りじゃん。わかるんだけど取れないって感じ。
え、これ持ってるのか、違うよね、なんか逃げてちゃう。後ろから来るかな。なんかかわいい。あ、電気の紐に糸を結んで。ああ。なるほどね。あ、起こってきたよ。あ、やっとだわって感じ。これこれみたいな。よっぽどあれが好きなんだね、お子ちゃんはね。面白い。確かに可愛いもんな、あのぬいぐるみ。知ってるの？ん？いや、見た感じね。ああ、見た感じね、うん、それも一緒に持ってんのかと思いました、思わず。いや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 、詐欺先輩たくさん持ってるから、うん、たくさん持ってるよ、うん、ついそうかと思っちゃった、うん、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、では続きましてですね、はい、萌えちゃんのパパさんからの投稿です。よしね。初めて萌えちゃんに桃をあげました。ほう、さてどうなるでしょう。あ、うん、クイズ形式です。またですね、はい、はい、1、食べない、こんなものいらないよ。、はい、2、はい、食べる、どえりゃうまいがね。どれ3、指を噛む、はい、ステーキを食わせろ、はい、さあどれでしょう。さあどれだと思います、皆さん。正解者はうさぎのお目目にゲスト出演できます。なんだそれ。実費で来てね、ギャラもないよ。ありがとうございます。はい、とりあえずちょっと待ってだよ。だって答えもらったの。ルンママさん2番、うん、ラピータさんも2番、うん、ガジュさんも2番、うん、あ、86233さん4番、うん、4番ゆみしみさん5番。5番、そんなないないない中に。まあでもみんな2番だよね、そりゃ、うん、僕3番だと思うな。本当、うん、じゃあちょっと私も2番かな。はい、はい、じゃあ正解はどうでしょうか。どうでしょう、見てみましょう。8623番ってどんだけあるの。あ、おお、ちょっとちょっと、え、嘘、萌ちゃん食べるかな。え、萌ちゃん、萌ちゃん、声が、声してる、声してる、うん、ママの声だ。萌ちゃん、え、いらないみたい。あれ、あんまり好きじゃないか、うん、あれ、あら、いらないか、あれいらないな、ちょっと。あら、拒否ってる。食べません。なんとか食べたね。いらないですね、食べません。あ、違うな、食べません、食べません。あら、それうっせえなって。柄悪いな。っていうことで、うん、皿、お皿には興味があるみたいだけど、ね、中身にはあんまりトントン。おやっぱりスーパー食べない子もいるんだよね。ねえ、まるくんだってね、ガジュさんのところの、うん、いっぱい食べてたもんね、あのお汁をこう、うん、うわー、ということでね、正解は1番だ、うん、こんなものいらないよってことで、誰も正解は萌えちゃんのパパでした。あ、萌えちゃんのパパでしたか、はい、うん、じゃあお待ちしてます。お願いします。うーん、やっぱりそれぞれだね。 ね、やっぱり好き嫌いあるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ萌えちゃんのパパ、あのお待ちしてます。はい。はい、実費で来てね、ね、来てね。では次がですね、デロンデロンさんからですね、うさぎさんの関門期に、毛が抜けるのが気になりますね、なのね、うん、ついやってしまいます。コロコロ、え、コロコロってやっとして、あのコロコロかな。コロコロです。いや、いけないと思いつつ、どうしても気になってやめられません。しげさんが出てきそうって書いてある。あー、出るかもしれんね、うん。で、あともう一本あって、2本目の動画、皆さんご存知かもしれませんが、うん、YouTube の、ブラック&ホワイトという動画です。これを見て絶対うさぎさんを迎えしようと思って迎えたのがしげさん。あ、違う違う、うーちゃんね。どっちが本当なのか分かんないじゃない。